もよくやらされたな、瞑想の修行。はい、こんな感じかな。なんか静かだといろいろ考えちゃうな。昨日読んだ本とか、お昼ご飯美味しかったとか、みんなちゃんと瞑想できてるのかな。とわなんかキョロキョロしてるんじゃ。ちょっとくらい目を開けてもバレないよね。いぶきはさすがに集中できてる。ちゃんもすごいな。宇宙のことでも考えてるのかな。トアもちゃんと瞑想できてるの？私もちゃんとしなきゃ。何も考えないって難しい。それにしてもサキちゃんの巫女姿かわいいよね。写真に残したい。いけない。瞑想、瞑想。サキちゃんの巫女姿のことは忘れなきゃ。忘れなきゃ。でも本当に可愛い。って、違う違う。え？なになに？え？目、開けてるの。私だけ？すみません。はい。それにしても、いぶきやさきちゃんはともかく、いつも騒々しいトアがどうしてじっとできてるの？まさか、トアって意外と。トア？起きなさい。あいた！ちょっと何すんの？何すんのじゃないから、まったく。よくそんな微動だにせず寝られるよね。授業中に居眠りしてもバレないように修行したからね。そんなの修行って言わないから。ところでおじさんは？ちょっと席を外すってさっき出て行ったよ。今のうちにダラダラしとこう。修行中なんだからだらしないことしちゃダメでしょ。いぶきやさきちゃんを見習いなさい。おお、すごい集中してる。もしかして寝てるんじゃないの？ドアじゃないんだからそんなわけないでしょ。うーん、私ばっかりサボってるみたいに言うけど、ノアだって目開けてるじゃん。トアが居眠りしてるから注意するのに開けただけよ。私はいつでも瞑想に入れるから見てなさい。え、妄想の間違いじゃないの？違います。ふん、何とでも言ってなさい。しっかり瞑想してトアを感心させるんだから。おーい、ノア、ノアってば。ん？墨と筆。そうだ、これで顔に。なんか顔がムズムズするような。集中集中。ぷっ。